明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ、この一戦をお送りいたします。スワローズの先発は右のクック、対するジャイアンツの先発は右の桜井、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右の桜井マウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。1回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは山崎。第3球は打った、抜いていった、山崎ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。投げた、あーっとショーフライになった、取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9、投げた、流し打ち、どうだ、岡本交代、ライナーだ、ヒット、山崎二塁回って三塁へ、青木いいバッティングを見せました。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。第3球を投げた、打ちました、三塁ランナーホームに帰ってくる、センターからサードへ、スワローズまずは1点先制、タッチはアウト、これで2アウト。3回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは松原。第9、投げた、見送ってストライク、いきなり150キロ、投げました、打った、打球はセンターへ、センター前ヒット、松原ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。背番号27。第9、初球サークルチェンジ、空振り、タイミング合いません。第2球、一塁ランナー走った、盗塁成功、ランナーが一つ先の塁に進んでいます。打ちました、ファール。第4球を投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。背番号35。第9、サークルチェンジ、見送ってストライク。第2球投げました、2球目ストライク。第3球は打った、ファールボール。第4球を投げました、真ん中、空振り三振、最後は149キロストレート。ランナー1人を置いて迎えるバッターは上井、ひときわ大きな声援が聞こえます。さあ次の投球、ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、見逃し三振、ここは3球で仕留められました。3回の表が終わって1対0、スワローズ1点リードは変わりません。ジャイアンツ追う展開で迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という場面で松原、初球から送ってきました、ファール。第2球投げた、バントした、ピッチャーの左へ転がした、アウト、スコアリングポジションになる。8回の表、1点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは松原、見送ってストライク、初球ストライクから打ちました、太田取った、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。マクガフ降板、右の石山、今日3番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げた、ストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、打ちました、レフトへの当たり、これはヒットになります。松原二塁も狙う、松原ツーベース、これで今日は3打数の2安打、今日2三振の隅谷、ジャイアンツ1打勝ち越しのチャンス。第9、真ん中にストライク、いきなり152キロ。さあ次の投球、空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ちました、1、2塁間のゴロ、セカンドから1塁送球、アウト、ジャイアンツ。スワローズ追う展開で迎える10回です。ツーアウトランナー一塁という場面で初球から打ってった、ライト右へのフライですが掴みました、ゲームセット、ジャイアンツ見事勝利を収めました。本日の試合はジャイアンツの勝ちでございました。勝利投手鍵谷、西武デラロサ、敗戦投手
て本日のヒーローはウィーラー。本当に今日は大活躍でした。